やばい相手、気合を入れろ。行こっか。せーの、あっ、とどめ、チャンス、おっしゃ。俺様のとっておきだ、クライアーレ崩したぞ。もらった、マイ、燃え盛る熱、今だ、もらう、私の番だね。行くよ、チャンス、シャリ、任せてちょうだい、スタミナ受け取って、みんな行こっか。せーの、チャンス、しっかり、おっしゃ、マイ、はっ、あ、任せて、行くよ、崩れた、じゃんじゃん、一気に決めよう、任せてから、さて行きますか。せーの、やっ、とどめ、チャンス、しっかり、俺の番だ、燃え盛る熱、チャンスだ、もらい、俺の番だな、崩したぞ、もらった、私の番ね、燃え尽きなさい。みんな大丈夫？ブイだね。やったわ。おうし、どんどん進むとしようぜ。やっ。やったね。私の番だね。マイ、おっしゃ、私の番ね、
私の番だね。いくぞ。タどうした。暴れよ。行こっか。クリア。まだ気は抜けないね。強そうなのがいる。気をつけないと。危険度高い。注意してかかろう。任せとけって。俺様のとっておきだ。食らいやがれ。行くぞ。燃え盛る。今だ。はい、私の番だね。せーの、やっ。これも崩れた。やり、任せてちょうだい。燃え尽きなさい。ファイヤー。行こっか。俺の番だな。崩れたぞ。行こっか。任せてちょうだい。はい、私の戦闘終了。先に行こっか。
番だな。行くぞ。私の番だね。ほいっと。まあまあ待て。僕の番だな。くれ。俺の番だな。た。戦闘終了。先に進もう。
方軍には両方軍の、鉄道憲兵隊には鉄道憲兵隊のそれぞれの役目がありましょう。ならば複数の場所で何かあったらどうするつもりかな。はじめまして、クレア・リーベルト大尉。噂はかねがね聞いている。恐縮です、ルーファス・アルバレア様。ルーファスで構わない。どうやら私がなぜルーレに来ているのか、いやどうやってルーレに来たのかが不思議なようだな。あらゆる鉄道網は君たちの監視下にある。かといってルーレ空港に私が訪れた気配もない。答えは簡単、アルバレア家の専用飛行艇で来ただけさ。最も停泊させたのはルーレ郊外の街道外れだがね。視覚というものはあらゆるところに存在するもの。君たちもあまり自分たちの優位性を過信はせぬことだ。取り返しのつかない失敗をしたくなければだが。ご忠告ありがたく頂戴いたします。さあ両者とも撤収したまえ。ケーラも、その武骨な車両は下げることだ。いかなる時も両方軍は優雅かつ果敢であるべし。そうではないか。
アリサ。ああ、あなただったの。ひょっとして心配させちゃった？ああ、ちょっとね。なんとなくノルドの時と同じような感じだったからさ。そっか。情けないわね。家から独立しようとしてるのにこんなことで心が乱れるなんて。しかしすごいな、この夜景は。子供の頃からこんな光景をずっと目にしてきたのか。まあそうね、おじい様と父様と母様。父様が亡くなってからはシャロンが来てくれて、この夜景はいつも家族で見ていたものだわ。家族との光景か。俺にとってのユミルの山々と同じようなものみたいだな。そうでしょうね。でもおじい様はこの町からいなくなってしまって、今は私もシャロンもいなくなって、母様が一人きりで暮らしている。そう考えるとなんだか胸が張り裂けそうなくらい切なくなってしまったの。どうしてそこまでって。そっか、やっぱりお母さんのことを怒っているわけじゃないんだな。腹が立ってたのは確かだけど、でも私だったら耐えられない。家族も大切な人も誰もいない状況で仕事にだけ没頭して生きていくなんて。技師だった父が生きていた頃は決してあんな風じゃなかった。優秀なキャリアウーマンだけどユーモアがあって思いやりもある。でも父が亡くなって母はすっかり変わってしまった。取り憑かれたように仕事に没頭して、陰ではおじい様の実権を奪って RF グループの会長となって。でも私が知る限り母が贅沢しているところなんて見たことがないわ。会食以外だと栄養バーで食事を済ませようとしてシャロンにたしなめられる。だから怖いのよ。どうしてそこまで。アリサはいい子だな。あ、な、何よいきなり。いつもいつもそうやって人のことを気にかけているだろ。たとえ相手に怒っていても思いやらずにはいられない。最初の頃の俺に対しても、ラウラやフィーの時も、妹のことだって俺をちゃんとたしなめてくれたしな。ミリアムのことだって何気に気を配ってくれただろ。みんな感謝してると思う。多分俺が一番だろうけど。今ルーレで起きている水面下の動きは確かに心配だ。アリサの故郷でもあるし、イリーナさんも関係している可能性が高いんだろう。だから俺たち7組としても動きを探ってみないか。でも実習の課題もあるし、そんなことまでする余裕は。依頼を片付けながらでいい。できる範囲で構わないだろう。俺だけじゃない、みんな同じ気持ちみたいだ。フィーもエリオットもマキアスもクローだって気にかけていた。だったら俺たちは俺たちの判断で実習活動として行っていけばいい。これまでと同じように。リーン、わかった。ありがとうは言わないわ。シャロンは口が固いから聞き出せないとは思うけど、
私は私でルーレにいる知り合いに心当たりがないか聞いてみるわ。この時間ならまだ通信で連絡しても大丈夫だと思うし。ああ、そちらは頼むよ。明日の朝、依頼を受け取ったらみんなで方針を話し合おう。うん、わかった。それじゃあ早速通信で聞いてみるわね。うん、一つ忠告。あんな風に女の子の頭を軽々しく撫でるもんじゃないわ。貴族とか平民に関係なく帝国男子としてどうかと思うわよ。え、ああ、確かにそうかもな。ごめん、なんとなく妹によくやってたからというか。って、そうか、エリゼからも同じように突っ込まれてたな。あーん、でもやらなかったら、それはそれで白状ですなんて不機嫌になられたし。本当に妹さんとは意見が合いそうだわ。まあいいわ、また後でね。ああ。ミリアムちゃんからナンバーを聞いておいてよかったです。はい、夜分遅くに突然の連絡をして申し訳ありません。今よろしいでしょうか。リーンさんにお伝えしたいことがあるんです。ですが通信では少々触りもあるような内容で、これから市外で会って話すのは難しいでしょうか。ええ、厳密に言えば。ただ両方軍が警戒している中、大勢で行動するのは目立つでしょう。それでリーダー格であるあなたに連絡させていただいたんです。ルーレ市上層、空中回廊の南側に F というダイニングバーがあります。静かで落ち着ける店なので内密な話もしやすいでしょう。お待ちしています。少々遅れても構いませんので。それとできればアリサ・ラインフォルトさんには事情を伝えない方がよろしいかと。実は RF グループにも関わってくる話になりますから、判断はお任せします。ではお待ちしていますね。